3名の者について死刑の執行をしました。法務大臣として慎重な上にも慎重な検討を加えた上で死刑の執行を命令した次第です。他に例えば何かこう候補というか考慮した意見とかあるんですか。例えば何複数件の3名の者について死刑の執行をしました。いずれの事件も誠に身勝手な理由から被害者の尊い人命を奪うなどした極めて残忍な事案であり、命を奪われた被害者はもちろんご遺族の方々にとっても無念この上ない事件だと思います。そして裁判において十分な審理を経た上で最終的に死刑判決が確定したものです。以上のような事実を踏まえ、法務大臣として慎重な上にも慎重な検討を加えた上で死刑の執行を命令した次第です。この極めて悪質凶悪な犯罪について、これは死刑もやむを得ないというふうに国民世論の多数が考えているというふうに認識しています。で、このようなこの凶悪犯罪がいまだに後を絶たない状況を鑑みたときにですね、やはりその在籍が著しく重大な凶悪犯罪を犯した者に対しては死刑を科することもやむを得ないというふうに思っております。したがって私はこの死刑を廃止するということは適当でないというふうに考えています。執行停止や再審事由としましたか。再審の、それは例えば再審の請求中は死刑を執行しないとか。